クラヨーバ、クラヨーバは、ルーマニア第5の都市で、トルジュ県の県と、中央ウォルテニア地方のジウカワ東岸近くに位置する。昔からの政治的中国,国地であり、北のトランシルバニアアアルプス山脈と南のドナウ川の中間点にある、ブカレスト西方の主要商業都市である。日本語では、クラヨーバ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 などとも表記される。 クラヨーバはかつてダキア人が占領していた場所で、ローマ帝国の属州ダキアの都市、ペレンダバとなってから公式にオルテニアの首都となった。ワラギア国家の公位ボヤあル、封建領主は古いバンの称号を持ち、彼らは最初クライオベシティ、家から出ていた。バンは自身の肖像と共に高価に人形を押す権利を持っていた。これが例となり、 ルーマニアレウの補助通過版を表すルーマニア語の語源となった。1395年、クラヨーバは、ワラキア公、ミルチャロー公、が、オスマン帝国君主はヤジと一世異軍を破った、際の戦場となった。16世紀前半以後、しばしば都市と称されるようになり、クラヨーバ地域は常にワラキア及び、ルーマニアの重要経済地域と一般にみなされた。 1718年から1737年に、家家、ハプスブルク家が、オルテニア全体を支配し、その間クラヨーバの地位は、経済的な圧迫と、中央集権制度強化のため衰えた。そしてクラヨーバのボヤールの抗議活動と、並行して、ハイルクと呼ばれる山賊が一部で増加することになった。1761年、ギリシャ貴族のワラキア公。 コンスタンティノス・マブロコルナトス、時代、バンたちは、クラヨーバで、自らの代理をする、カイマカム・トルコ、時代の称号で、知事を意味するを残して、ブッカレストへ、強制隔離された。ワラキア公、エマヌエル・ジャニルセット、時代、ワラキアの首都がクラヨーバへ移された、1770年から1771年、ロト戦争、 1768年から1774年で戦場となるのを避けるためとみられる。1800年、ボスニア系トルコ人のパシャ、オスマンパズバン・トールの反乱で、クライオーバ市内大部分が焼け野原となった。ワラキア反乱の間、現在のドルジュン住民は大多数が、トゥドル・ブラディミレスク率いる軍に、ブカレスト遠征に貢献するため加わった。 19世紀最初の20年間、クラヨーバは手工芸品貿易と公共サービスに集中して経済的繁栄を目の当たりにした。ロシア帝国占領時代とそれに続く構成国家時代、1828年から1834年、市はその経済的生産性を増した。1832年、市内には595の商店、197はバラク、 398は、レンガ作りの家があった。当時、クラヨーバは、小麦、毛皮、皮、家畜や、その他製品を、オーストリア帝国とオスマン帝国へ輸出していた。クラヨーバ市民コスタケロマネスクは、1848年の、ワラキア革命の間地方政府の首領の一人であった。ワラキア最後の二人の支配者、とは、クラヨーバに住む重要なボヤールの家系。 ビベスク家出身であった。1860年頃、クラヨーバには4633の建物があった。内訳は3220軒の住宅、26の教会、学校11校、60の工場と工房。その他、およそ90の製造業関連施設、12軒の製粉工場、3軒のビール工場、2軒の石油工場。 4件の染色工場と2件の印刷所があった。ドル受験の職人全体のうち57%がクラ暗用ーバーに住んでいた。1088人がマイスター687人が都定期間を終えた。職人485人が都定であった。1877年から1878年のロト戦争期間は経済及び文化の発展した時期と重なる。 結果として19世紀終わりのクラヨーバは4万人の人口を持ち小さな工場と織物工場が発展した。1896年10月26日、クラヨーバ発電所が創業を開始した。クラヨーバは内燃機関による電力供給を受ける国内初の都市となった。1900年、クラヨーバは オルテニア地方内の産業設備一式のうち43.1%を抱えていた。銀工業は20世紀初頭に始まった。両大戦艦、クラヨーバは農業地域の中心としてさらなる一層の工業化を経験した。工場労働者の人数は比較的少数が残った。1939年、市は7つの産業設備に100人を超える労働者がいた。 1960年以後、共産主義政権のもと、クラヨは、飛行機産業、化学工業、食品製造業、建設、電気工学、鉱山業、電力産業と同様、自動車産業と、エンジン組み立て工場の有名な中心となった。ルーマニア革命後、自由市場の再建と総合的な地方文献化が、 もたらされ、市場そのものが民間の総意に対し開かれる間、いくつかの工場は民営化された。工業は経済的な変化に影響を受けたが、依然として重要な部門であり、クラヨーバの生産効能およそ70%に相当する。クラヨーバは2002年調査で30万2601人の人口を抱える。うち、 ルーマニア人96.66%、ハンガリー人0.07%、ドイツ人0.06%、セルビア人0.01%、ロマ人2.91%、イタリア人0.06%、キリシャ人0.06%、ウクライナ人0.01%である。ルーマニア革命以後、遠隔通信サービス、銀行及び保険業。 経営顧問業が拡大し始めた。工場は、大雨財閥が正式に所有していたが、2007年9月に、フォードモーターへ売却された。倉ラヨ市内の公共交通機関は、3つのトラム路線、17のバス路線からなる。また、主要な鉄道駅を持ち、国内の他の主要都市とも通じている。倉ラヨ空港もある。倉ラヨ初の学校は、 1759年に、コンスタンティン・オベデアヌによって開校された。1826年の春にオベデアヌの学校は、国立ルーマニア語学校、スコラ・ナッシュ・ナラ・ディリンバ・ローミナとなった。この学校は、1818 18年創立のセーサバ高校、ブカレストに次いで、ルーマニア国内で2番目に古い学校である。大学。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。